京に着きました。今からちょっとこの最初のねところがなかなかみんな違う、わしなんか苦手ないよね、こういうところね。あたりは大変でしたが、まあ、なんとかこんな風に、動画撮れるだけのんびりこんなとこね、まあ、普通の高速道路にやってきました。群馬県の藤岡市というところだそうです。ついに群馬県に入りました。国道の145号を草津の方に向かっています。今ちょうどあんまりありませんけど、この道の周りにですね、アカシアの木かニセアカシアの木がたくさんこう咲いているところがありましたね。この辺に見える新緑がやっぱり四国の徳島県あたりに比べると1ヶ月ぐらい遅い感じで、先ほど道の駅ヤンバに行ってたんですけど、そこでもウドとかですね、わらびとかがちゃんと売ってましたから、やはりもう四国徳島の道の駅なんかではそんなはもうねないので、1ヶ月ぐらいやっぱりこう季節が遅い感じですね。草津に着きました。そしてちょっとウォーキングで湯畑の方行ってみようかなということで歩いてます。こんな感じやね、うん、大変有名な湯畑にやってきました。あ、ここへ出てくるわけね、かの有名な湯畑で行ってきました。足湯大作戦ですが、なかなかね温度が高いけんしっかりこういい感じですよ。これここが宮来地蔵村にやってきました。源泉が出てきよんな。これが地蔵の湯です。で今入ってきました。今回入ったのが大滝の湯と地蔵の湯と千代の湯に入りました。最高でした。草津温泉のお寺、真言宗のお寺さんにお参りに来ました。あの先の花が咲いたね、うん、ちょっとなんか雨が降ってきました。これまずいので買い物して帰ることにします。よいしょ、おー綺麗ね、この姿。ここが一番最初の、最初というか草津のホテルでペンション、まあ、いわゆるかな、はい、はい、外こんな感じですしね、なんかすごくいい感じですよこれ、うん、で広いしね、そうそうそう、ベッドは広いし、ものすごくいい感じです。で今からちょっとね、買ってきたビールなんか飲もうかなと。